ハップルエクストリームディープフィールドあるいは単にエクストリームディープフィールドとはハップル宇宙望遠鏡を用いたロザエの宇宙深部探査またその探査された領域の名称である略称として XDF が使われる XDF は1995年の HD 界1998年の HD 界 S2003 年から2004年のハドフに続く探査で ハドフの一部をさらに長時間録音し撮影したものである。撮影期間は2002年6月から2012年3月までの約10年間で、総録音時間は200万秒、約22.5日分である。XDF と満月の直径との比較。XDF は中心の座標が赤い 03H32 メートル 38.5S。 設計マイナス27度4700であり、大きさは2.32分と非常に狭い。XDF のほぼ中央部にある銀河は UDF6206 である。また、ハドフですでに発見されている天体に加え、新たに約5500個の天体が発見されている。最も暗い天体は人間が見ることのできる限界の100億分の一の明るさしかない。この中には、 星形成が激しい若い銀河からすでに星形成を終えた年老いた赤い銀河まで映っており、その形状や大きさも様々である。XDF に映っている天体を距離別に分けたもの。左側から50億光年以下、50から90億光年、90億光年以上である。この中には宇宙誕生から数億年以内に形成された天体も映っている。 XDF の画像は2012年9月25日に公表された。2012年12月12日に XDF の画像から赤型変異の値が8.6以上の天体が7つ報告された。その中の一つは2011年に発見されたドフマイナス39546284万であり、それ以前は 赤型変異の値が10.3とされていたが、今回の探査で11.9である可能性が示された。これは、この報告の約1ヶ月前に発見され、ドフマイナス39546284の記録を抜いた MAX0647JD よりも遠く、宇宙で最も遠い天体である可能性が出てきた。ただし、赤型変異の値の不確かさは、 Max0647JD よりも大きい。真の値は2021年に打ち上げ予定である、ジェームズ・ウェッブ宇宙望遠鏡による観測を待たねば、ならない。ABCDEFGHIJKLMN、ハップルゴーズツーザイクストリーム、ーアッセンブルファーゼストエバービューオブザユニバース、ハブリサイトハット AB ハップルゴーズツーザイクストリーム、ーアッセンブルファーゼスト。 エヴァービューオブザユニバースナサハットハーップルプロバイズファーストセンサスオブギャラクシーズニアコズミックドームハブルサイトありがとうございます